はい、こんばんは、メマールでございます。今回は前回、スポーツ林道っていうネタやったんですけども、その先が旧国道8号線の廃道につながってるぞっていうことで終わったんですけども、それでまあコメントいっぱいいただければ私ハセ参じますっていうことで言ったんですけども、そしたらまあ全世界50万人の方からのコメントで、まあ言ってくださいという話がありましたんで、これは嘘ですけども行くことになりましたんで、よろしくお願いします。で、前回と同じルートをたどっていきますけども、前回はフリードというねハイブリッド車でねここを通りまして、何分まだ買って間もない車でございまして、ヘタレな私としてはその車でこの草木の中を走るのが嫌っていうことで途中で断念しました。ということで今日はパジェロミニさんです。前回も現れたスポーツ林道脇ですね。この東屋が特徴的な林道です。林道名としては龍神谷線という名前となっております。そしてなんか遊具点検してるな。やっぱなんだかんだやっぱあれですね、スポーツ林道ちゃんと管理されております。今ジップラインをなんか点検してるような感じに見えましたけどもね。よいしょ。はい、前回はここで止まりましたけども、このまま突っ切ってきますね。よいしょ。でもこれいけんのか、これ。え？これ石？行こうと思ったら、これ木の切り株のでっかいやつがあるんですね。まあ無理して行けなくはないんだけど、行けなくはないけど、やめときますっていうのがこの先がなんですけども、この先ここに獣よけの柵があってるんですけども、まあこの先行けばその旧国道8号線こちらへ行けば迎えるんですけども、めんどくせえということで向こう回り道で行ってみます。そして振り返るとこちらにも林道らしきものありますけども、ここは割愛します。まあ走れなかったけども現状はこういう感じっていうのが分かってもらったと思うんで、よろしいかなと思っております。それではこちらの方、スポーツ林道施設手前の道から向かえますので、そちらからアクセスしていきますね。はい、こちらゲートになってますけども、ゲートを外してお入りくださいって書いてありますので問題はございませんので、ご了承ください。今のゲートはこちらの方ございましたけども、この今おじさんが草刈りされてる脇道、あそこが先ほどの行き止まりの道の先ですね。ですからつながってはいるんですよ、こうやってね。その旧国道8号線廃道区間へ向かうアクセス路になっております。そして今のようなゲートというのはもうそこら中にありましてですね、別にこの通行止めっていうわけでなくて、まあ通行止めとこもありますけども、今みたいに鳥獣、まあ山から結局その動物が降りてこないようにするための柵なんですね。で、道路もやっぱそれ塞いどかないと、結局道路だろうが、まあ動物に関しては関係ないですからね。そういった意味でああやって柵で塞いであるわけですけども、あれは開けて入っていいものになっております。ただまあ場所によっては入れないところもありますね。この辺はご気をつけください。ここに関しては看板で書いてありましたのでね、開けたら閉めて入ってくださいと書いてあります。で、旧国道8号線なんですけども、この道がその旧国道8号線ではなくて、まあこれ池の上町っていうあそこの集落からこの鶴ヶ方面へ向かうためには便利な道としてここを昔からあったんじゃなかろうかと思います。で、今現在はこうやって舗装路になってまして、ただあまり綺麗な道とは言えないですね。この落石がありますし、で、まあ綺麗汚いっていう意味ではちょっと言い方悪いかもしれないんですけど、
まあ、車は要するに通ってないから、まあ、こういう石とかが落ちてるんではなかろうかっていう感じです。まあ、さっきのね道があのままダイレクトに行ければよかったんですけども、まあ、さっきのおじさんがねあえて作業されてる脇を無理やり通るっていうのもなんかいかがなもんかなと思ったんで、まあ、それもあってやめたんですけども、まあ、道的にはまあ分かっていただいたかと思います。でもこれは林道の類なんでしょうね。横横断のこの溝がありますからね、排水の横の横断の溝がありますから独特ですもんね、林道の。まあ、あの横の溝があるからこの林道の崩壊を防ぐみたいなことを聞いたことがあります。まあ、定かじゃないですけども、ね、舗装してあるからここはまだいいんでしょうけど、舗装していない道なんかになるとあの横溝が体操を、ここですね、こういう横溝ですねが役に立つそうです。そしてここかな、ここが、あ、ここですね、旧国道8号線やってまいりました。一旦ここで止まりますね。それではここから今登ってまいりました池の上方面となっております。そしてこのこちら側が旧国道8号線敦賀方面春日野水道というふうに向かっております。そして反対側こちらの方も旧国道8号線となりまして、この先に行きますと、塚原交差点かな、なんかあの辺に向かう道なんですね。で、現国道につながる形とはちょっと違うんですけども、それに近い形で向かっております。で、こっちに行くと城崎町というところがありまして、この先には木部温泉ゆらりっていうのがあるのかな、そこいうところの施設の脇を通っていきます。これも古くからの道だと思うんですけどもね。で、実際のところこちらの方はあの動画出してるんですねここの道って。なので見てない方もいらっしゃるでしょうから、それとあと以前ちょっと大雨降ったんで、まあここはあまりそんなに被害はなかったんですけども、ちょっと現状調査も兼ねて行ってまいりましょう。この先にバスが転落したっていうちょっと凄惨な場所がありますんで、ちょっとそちらのまあ弔いも兼ねて行ってまいります。では旧国道8号線敦賀市側の方向かってまいりますね。で、見たとここうやって見るとただの林道じゃないかっていう感じしか見えないんですけども、これが旧国道8号線なんですね。で、それを示すものというものは今はなく、そしてこのガードレール、この滋賀県境の峠みたいなブロックで挟んであるような、あのこれ以上の幅のやつは入るなよっていうような感じでこのガードレールがありますんで、軽自動車が入れるぐらいのとこですね。そこを入ってきます。で、前回も見ていただいた方は分かるんですけども、なんというか全然その廃道感がないんですよね。まあ一見すごいんですけど、なんていうかな、こうやってまあまあギギ音はしますけども、こういう、まあ、うまくいけば普通車でも走れるぐらいの状況で保たれてるという感じじゃないな落石はあるな、まあ、無理すれば来れなくはないという感じですね。で、それがなぜかと言いますと、前回のそのこちらの走行動画で見つけた時にもありましたけども、その先ほど言ったバスの転落事故があったんですね、かの昔に。で、そこに慰霊碑があるんですよ。で、そこへおそらく、まあ、未だに今でもそのご遺族の方が参られるんだと思うんですね。そのために管理されてるのではないかという憶測です。まあ、それにしてもなかなか、まあこの辺来るとちょっとしんどい道かなと思いますね。岩が結構してるんですよね。よいしょ。あ、でもちょっと夏なんで草がだいぶ生えてる感じですね。で、そのバスの転落事故というのがありましたって言いましたけども、この言うてなると
この状態が昔からのオリジナルの道幅ということになると思うんですね。若干右のり面が崩れて狭くなってるとはいえ、おそらくほぼこの大きさで対向2車線状態で大型バスが走っていったんですね。ね、この山の上もっともっと上行くと廃バスがあります。その時代のバスっていうのもあのぐらいの大きさだったのかどうかな、あそこまで大きくないかもしれないですけど、でもそれぐらいの大きさの車が通っていたわけですね。そしてこちらが慰霊碑となっております。風化させないという意味でもね、こうやって撮らせていただくっていうのも大事かなと、まあ、僕の判断であれですけども、昭和31年の出来事だったらしいんですけども、やっぱ年々そうやって風化してっちゃうわけじゃないですか。そういったやっぱそれを忘れさせないためにも来るのも大事かなという気が私はします。ご迷惑だったらごめんなさい、失礼します。で、今のお話、こちらの慰霊碑を訪れる人のためがために、こうやってここら辺が道が綺麗だったんじゃないかなと思うんですよね。ですからこの先からいきなり悪路になります。で、今回はもうこの先は深くは参りません。はい、というのが、まあ動画上のリンクありますので、こちらの方を見ていただければと思います。今回はそのスポーツ林道からどういう流れで来るかっていうことをお知らせしたくてやってまいったまでですので、ここまでとしております。じゃあ、まあこの先はリンクを見ていただいて、その先を見ていって見て、あのこの先に関してはその過去動画で確かめてください。で、ここでなんか転落されたそうなんですけども、なんか早朝の話だったらしいんですね。永平寺っていう観光地なんですよ、福井に。で、なんかあの名古屋からのバスらしいんで、なんかそのバスが、何台いったかな、5台以上かな、連なってここを走ってたそうです。で、まあそれも憶測でしょうけども、朝日が眩しくて転落したとの話を聞いております。でも今の時代で言ったら、これまあこの道をバスで通れと言われたならば、まあそれその当時はそのこんな草木はなかったですけども、とはいえダートロの、まあ、若干これより良かったぐらいで走っていく、そして道幅が狭いのにここを走らざるを得なかった、昔はすごいなと思いますね。それでは福井市方面の旧国道8号線を向かってまいります。この右側の、ゆらり方面へ行く道に関しては他の動画でございます。上のリンクからご覧ください。まあ、ざっとですけどね。で、また旧国道8号線を南下していきます。確かここはまだマイルドな道だった気がするんですけどもね。ただまあ1年経ってますからどうなってることやら。マイルドじゃねえな。結構この枯れ木がいっぱい落ちてんな。先ほどの話ですけども、バスが大型バスが走っていくぐらいの、この道を大型バスが走っていって、しかも対向車に来てたというんですからね、すごいことです。その頃の大型バスって言っても、まあ今の大型バスぐらいの大きさではないとは思いますけども、マイクロバス、今のマイクロバスぐらいなんかな。それでもここの道をマイクロバスで大動脈1号1桁国道で走ってたっていうのは相当なことですよね。この道を通るがために、まあその皆さん大変な思いをして、なんか昔のコメントを見ると、
高生はこの道現役だった頃、片側交互通行で 何時間ごとの片側交互通行だったっていう話も聞きました。それはまあガテン行くなと思いましたけども、ただ時間を間違えて入ってくると、もうその片側通行の反対側で2時間待ちとかそういったのがザラだったというコメントがありました。トラックの運転手さんだったんですよね。そう考えたらやっぱそれはそれで不便ですよね。ですけども、これは交互通行で走っててトラック同士が来る頃には、いや嫌なと道の譲り合いじゃないですか。譲り合いっていうレベルならいいですけど、そのなんか殴り合いの喧嘩で勝った方が道譲るみたいな世界だったらしいですよ。なんかだからこれ嘘がまことか知らんすけど、ここ通る方はなんか武器持って歩いてたという山賊かみたいな時代があったそうな、これまあでも真実かどうか分かりませんからまあネタとして聞いてください。僕はそう聞いております。現役で走ってた方に聞いたんで、まあ喧嘩状態だったし、ね、今のようなね、まだ生優しい世界じゃなく荒くれ者の世界ですから、そう考えたらまあ本当にそういうのあったんでしょうね。この私がこの軽自動車の車乗ってます。まあその当時の軽自動車っていうか、その 360cc ぐらいとか普通車でもこの車にもちっちゃかったんでしょうから、まだはいけたけど、トラックとなると話別ですからね。黒金とか三輪トラックとかでもまあまあそこそこ幅ありますから、この車ぐらいあるんかな。そうなるとこれで行き違いしろっていうのはなかなか酷な話ですよね。でぬかるみの、ね、走れなくはないけど危険ですね。この路肩がね気をつけないといけないので、ここなんかさやばい。相当まあ食性化というか、この魅力化してきてますけども、走れなくはないんだよね。こういうちょっと洗車機状態で越えなきゃいけないんですけど、本当ブッシュガードって必要だね。でもかの昔のこの国道の名残をこうやって走れるっていうのは素晴らしくロマンがあると思うんですよね。車で走ると、まあそら歩いても行けるけど、歩いて行けるだけでも面白いんですけども、まあね、あまりおすすめはできませんけども、ただこうやって、まあ、かの道を昔の先人様が苦労してトラックとか乗用車で走ってった雰囲気をこうやって堪能できるっていうのは醍醐味ですよね。なかなかないことです、ね、未だにこうやって、まあ、廃道とはいえ、これ実際のところ管理状況としてはどうなんでしょうね。廃道だと思うんですけど、管理はもちろんされてるわけじゃなく、だから林道として活用されてるぐらいだとは思うんですけども、それでもまあそれはなんていうかな、認められた林道とはなくてやっぱり廃道だと思うんですよね。それでもこうやって走れるっていうのはすごいですよね。左側に朽ちた軽自動車のなんか廃車があります、ね、ドラムブレーキだけが車を物語ってました。現国道8号線も新潟県ぐらいまでかな続いてますけども、過去のこの旧国道8号線っていうのもその大動脈としての役割をあったわけですから、ここがいっぱい長距離の車が通ったわけですね。ここを通らなければ
その富山県に何に行けないとかそういった感じで走られてたんだと思うんですよね。そういう方々ってどういう思いで通られたんかなと思って、ここすげえ道だな、こんなとこ走っていいのかよ、これ走りませんかよって思いながら走ってたのか、その当時はまあもしかしたらそれが当然やったのか、まあしんどいなって終わったのかもしれませんけど、まあ今の世の中から考えたら到底考えられないっていうか、そう考えると今の道っていうのはめちゃくちゃまあ楽というか便利というか、もうそうやって管理もされて走れるわけですから、何も考えずにね、落石一つあっても取り除いてくれる道路公団っていうか道路パトロールの方がいらっしゃるわけですし、そう考えたら幸せですよね。でこの辺なんかはめちゃめちゃもうススキっていうか草がひどいですから、落石注意ですね。最上高で、でも福井の観光へ来られた方もこうやってこの道の景色を道を見て走ってられたんでしょうね。そう考えるとこう通られた方の記憶に今でも残ってるのか知らんけど、まあ覚えてる人なんかはすげえ懐かしいなと思うんでしょうね。ここ通ったよな、こんな道だったよな、ようこんなとこ通ったよなって思われてると思います。まあ私なんかはこの現役で通ってるわけじゃないんで懐かしさっていうのはないんですけど、ただその当時の思いを感じることはできますから、その何やら振り返りっていうかな、その方々の懐かしさがなんか私には分かるかなって思います。子供の頃ここ通ったなみたいな。で私の個人的な思い出としてはこの昭和平成初期かな、私高校時代の時にこうマウンテンバイクでこういう荒れた道を走るのが大好きだったんで、ここを走ってたんですね。だからその当時からしてもあまり変わってない気がするんですよね。大してそんなに30年近く経ってますけども、まあ荒れちゃいるけどそんなに格段にダメな道になったっていう感じじゃないんで、まあ、そこの時代30年から考えたら懐かしいんですけどね。ああここはひどいな。じゃあ間もなくゲートが参りますんで、ここ最後にひどいね、左側に、こちら給水のためのタンクですねがございます。貯水槽ですね、巨大な。そしてまた詳しいことを言いますと、この今まっすぐゲート見えてくるんですけど、本来の旧国道8号線はここをまっすぐ行った道がございました、はい、で下に切り通しの道ができてますけども、切り通しがなかった頃はこの先に道があったということになっております。ここに下に道がありますけども、ここは昔山だったんですね。そしてあの辺りまで道がここから山を伝って向こうにつながってます。そこに旧国道がまたつながっておりますんですけども、その先はまたいつの日か行きますんでよろしくお願いします。ではそういうことで、まあ、2番選手的な話題になっちゃいましたけども、まあ、結果的にその池の上のスポーツ林道っていう道から旧国道8号線というのはこのようにつながっているというネタでございました。今回の道は一般道ではございません、まあ、一応廃道に入るんだと思うんですけどね、林道として今は使われてるんですけども、通行止めとかも変えてないですけども、そういった意味じゃなくて危険路ですんで、来られる方はあまり、来ない方がいいと思いますんで、もしも来られるんでしたら自己責任でお願いいたします。ということで今日はこれまででございました。おやすみなさいませ。手丸でした。ありがとうございました。そしてこちら365線に出てまいります。ありがとうございました。バイバイ。